海上中学校、高等学校は、東京都新宿区奥保三丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。1891年に、小垣三郎により、国家、社会に優位な人材を育成するという見学の、精神のもと、海軍兵学校入学を目指す、予備校として創立された。現在は、 その見学の精神のもと、フェアな精神、思いやりの心、民主主義を守る、意思、明確に意思を伝える能力を身につけた高い知性と、豊かな情操を持つ、理想的な人物を、新しい紳士と名付け、その育成に取り組んでいる。かつては、高等学校での生徒募集を行っていたが、現在は、高校募集を停止しており、完全中高一貫校である。 出実合憲リベラルでスマートを興風として標榜している。上空からの学園新宿高層ビル群と学園公明の会場は戦艦を意味する古語が由来となっている。また、1900年に海軍省の要請により、海軍予備校を海上学校と解消した経緯がある。創立当初から用いられた交渉は、怒りに、 ネイビースクールの頭文字である NS をあしらったものであり、海軍士官と間違われるほど似ていたため、当時の生徒たちにとって大きな誇りだった。しかし、敗戦により海軍が消滅したため、1946年に小半径の交渉に変更せざるを得なくなった。その後、生徒たちからの評判が悪く、翌年1947年からは本校教諭であった。 トネさん光人がデザインした、ほぬのに、解除スクールの頭文字である、ケースを模様化した交渉を用いている。現在の交渉は、ケースの交渉をあしらったもので、1961年から、用いられている。終戦時まで用いられた交渉は、赤字に白で交渉と波形が表され、円には、紫の房がついた、軍機風のもので、現在は、 学校のメモリアルホールに保存されている。また、当時は、該当更新の時などに用いられ、成績主席の者が機種を務めた。現在の校歌は、作詞は、品田清平、作曲は、向井出敏夫で、1923年に制定された。黒色の爪入り学生服に、金色の交渉入りボタンである。 それ以前は、海軍兵学校式の七つボタンの制服や蛇腹に、ホックの海軍士官風の制服が用いられた。海にちなみ青色となっている。学年ごとに赤、青、緑の三色がそれぞれ振り分けられている。小垣三郎1891年、佐賀藩出身の小垣三郎により、海軍兵学校入学を目指す、予備校、海軍予備校として創立された。 海軍兵学校は、1に、海兵、2に、陸士、3.4がなくて、5に、東大と言われ、その教育を行うため、将棋院には、渋沢栄一や高田さなえら、また議定院には、西郷嗣道や伊藤助幸ら長屋の名士を集め、講師にも、海軍兵学校の有力な教官を揃え、万全の体制を敷いた。前世紀には、 海軍兵学校の全入学者の半数近くを占めるほどに発展し、海軍兵学校に進むには海軍予備校を経なければならないとまで言われた。また、1904年の日露戦争には多くの卒業生たちが海軍士官として旅順校封鎖に日本海海戦にと活躍した。しかし、中学校令により1899年に 海軍予備校に併設された日比谷中学校及び1906年以降は海城中学校が次第に主流となり海軍予備校の系譜である海上学校が1となってくると高等学校等へ進学するための普通の中学校に性格を変えていった1945年の太平洋戦争終結後国家主権を失った占領統治下での GHQ による 学生改革政策により、1947年に、新生会場中学校、1948年に、新生会場高等学校として発足し、現在に至る。会場中学高校の学校の敷地面積は2万1142平方メートルほどあり、山手線沿線に所在している学校の中では、最大級である。例年、東京大学、京都大学、 一橋大学、東京工業大学、国公立大学医学部等の南関国公立大学や、早稲田大学、慶應義塾大学、私立大学医学部等の南関次第に多数の合格者を排出している。海外の大学に進学する、卒業生も近年増加傾向にある。ありがとうございます。